フリーオプトでは珍しい写真が特設ステージに集結。本日はですね、ちょっとオプションビデオらしからぬ企画に、とうとうと、参画してしまいました。まあ、皆さんこれ車も見てもらうと分かるんですけども、まあ、なんか向こうの方にはね、いつも見てるこうなんかスーパースポーツ、ね、速い車もあるんですけども、まあ、ここにある他の3台はですね、まあ、いわゆる現代の、まあ、これからの次世代の車、まあ、本当はですね、皆さんね、やっぱり僕と一緒に GTR 欲しいですよね。 GTR 乗りたい。僕もやっぱり GTR 乗ってるのが一番楽しいと思う。なんだけども、まあ、家庭的に家族的に、まあ、いろんな事情があってやっぱり GTR に乗れないと。まあ、これ値段はね、決してそんなに安い車じゃないんですけども、やっぱりいろんなその環境的な問題だとかその事情があって、やっぱりどうしてもやっぱりこの辺を選ばなきゃいけないって人たちのために、この辺の車を掘り下げて、さらに、皆さんが こんなことを知りたかったのに、あ、よくぞビデオオプションやってくれましたみたいなことを僕もやってみたいと思います。エコカー購入を考えてるけど気持ちよく走れるのはどのマシン？そんな読者へ送る V オプトらしからぬ企画。ワインディングとストレートのフル加速、そのデータが物語るものとは。嘘偽り一切なし、現代のエコカーを一刀両断。テレビ&ウェブじゃやらないエコカーの真実。まず先陣を切って登場は日産リーフ。2010年に発売され、今日本で最もポピュラーな電気自動車である。ゼロエミッション、完全に電気のみで駆動するリーフはまさに排出ゼロである。ボンネットの下にはモーターを搭載。バッテリーは 30kWh で、航続距離は 280km を誇る。モーターは最大109馬力を発生。コクピットはこんな感じ。メーター表示は左がバッテリー温度で、右がバッテリー残量計だ。価格は最も安いグレードでおよそ280万から。それでは早速ワインディングテストからいってみましょう。これリーフ、日産リーフ電気自動車。まあラップタイムね、どんだけスポーティーかっていうのをちょっとやってみましょう。まあ、加速はいいですよね、やっぱね、電気自動車。わ、やっぱ車重いな。いきなり全開にしていくとっかないな。曲がりきれないんじゃないかっていう。引き続きフル加速テストはストレート上で行う。はい、それではゼロ加速行ってみたいと思います。いきますよ、よーいスタート。どうでした？いや、なかなかいいですね、やっぱり、ね、静かだし、ハンドリングもまあちょっと車が重いんで、うん、まあ、運動性能がどうのこうのっていうのは、まあ、賛否両論だと思うんですけど、まあ、車加速もいいし、まあ、別に普通に 120ぐらいでコーナリングするのは別にどっとこともないし、すごくいい道具だと思います。続いての登場はこの中で最も馴染みが薄いトヨタミライ。2014年に発売した水素を燃料とする燃料電池自動車である。燃料電池を意味するフューエルセルがボディに刻まれる。水素自動車の原理は水素と空気中の酸素を反応させ発電。その際に発生するのは水のみ。その電力を利用してモーターを動かす仕組みだ。ちなみにモーターは155馬力、723万6000円するミライ。センターコンソール含め近未来感が漂う。マルチインフォメーションディスプレイにはスピード、航続距離など情報が詰め込まれる。
さあそれではトヨタの未来、これもう燃料で水素ですね、水素で走る車行ってみたいと思います。おお、いい加速するねこれ。ホイーって言ってたらこれ、あの水素エンジン乗ってたね。いやこれはこれはちょっと早いぞ、いいんじゃないですか。でもこれまだエコモードでしょ。あでもやっぱ車重いな、重心高いし、まあ、乗ってる感じはね、もうハイエースとか高い、あのハイエース乗ってるみたいな、このあのこう重心高はね、トヨタ1の FR 車、トヨタハイエース、うん、おーやっぱ重いね。ハイエースの方がコーナリングがいいかもしれないなこれ。ただやっぱり未来これ高級感ありますね、高級感が。加速に関しては高評価の未来、こっちのテストはどう。さあそれではゼロ発進からの加速度チェックをしてみたいと思います。3、2、1スタート。おグッとこうフロントがちょっとこう持ち上がる感じ、こう04マシーンみたいなこう雰囲気あっていいですねこれね。加速なかなかいい加速しますよこれ。はい、うん、早いなかなかいいんじゃない。まあなんかこう高速飛ばすっていう車じゃないかなこれね。一通りテストが終わったところで設定を変更、センターコンソールのパワーモードボタンを押す。果たしてこのモード変更は記録&乗り味に変化を生むのか。それではもう一発このパワーモードっていうので行ってみたいと思います。さあスタートします。お、確かにちょっと違うね加速が。パワーにした感じが出るけど、そんなすごい差はないのかな、あんのかな。さっきより到達スピード高いのかな、うん、なんかちょっと頑張ってますね。おおおお、重い。なんかさ、やっぱ加速どっちにしてもいいから、そんなにすごい感じるかと言われると難しいところなんですけど、あやっぱでも速いな、やっぱ速いね、速い速い、ちょっと速い、パワーにするとやっぱり速いです。ノーマルモード、パワーモード、結果はどんな感じ。どうでした明さん。いやこれなかなかやっぱ速いですね、うん、あのちょっと電気自動車とはちょっと違う乗り味もあるし、ただやっぱ車が大きいし重いんで、まあ、その辺がやっぱ弱点っちゃ弱点ですね。ただやっぱり普通に乗るにはもう全然そのハンドリングがどうのこうのってそういうレベルじゃないし、今の車やっぱりすごくよくできてますから、まあ、結構あのしっかり安心して乗れるかなと。ちなみにパワーモードとノーマルモード、いやパワーモードとねノーマルモードやっぱりちゃんと差があるし、うん、あのちゃんとノーマルとパワーの違いもしっかり出せてると思う。突然ですが、水素ってどんな感じで売られているか興味ありません。さあ、いよいよ航続距離が106キロを切っていくと思うんですけども、ここで水素を充填しまして、一体この車どのくらい走れるのかっていうのをねちょっとやってみたいと思うんですけども、やってきたのは東京タワーの麓にある岩谷水素ステーション芝公園。1日平均でおよそ20台の車が水素を入れに来るらしい。事務所より接客へ来るスタッフ2名、両社とも清掃しております。すごいねこれ、コンシェルジュみたいなのがあるんだもんね。水素を入れる一連の動きは基本的にガソリンスタンドの兄ちゃんと同じ。入ってる量でしょ、今充填してる量でしょ、これが今かけてる圧力で、これがこの温度じゃないですか、冷たいですね、冷たいです。供給開始から待つことおよそ5分。ちょっと満タンになってみて、3.54キロ
これ水素の量重さなんでしょうかね。でこのあのプロパンと違って入れると勝手に冷えちゃうんじゃなくて、これはわざと水素を入れるときにどうしてもこう熱が発生するんで、その熱を下げるためにわざわざここで冷却をしてなんかタンクに送り込んでるそうです。あ、抜けました。この口をちょっと見せてもらっていいですか。口、あ、冷たいです。これ冷たい。ガスの注入なんで基本的にあのガスのあのバルブとあのみんな一緒ですよね。蓋をしてどうぞ。あんまり意味はないですか。で終わりです。というわけで、残り106キロから回ったりしました。実際にどのくらい走れるのか、高速距離確かめていきたいと思います。さあ、それでは充電終わったんで出発したいと思います。あ、変わりました。431キロになりました。まあガソリンの車だったらね気にしなくてもいいんですけども、どん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 減っていくとやっぱり心細くなりますよね。やっぱね、本当にこの水素ステーションというのは限られてるんで、まあ、正直言ってまあこれをこうなんていうのかな、一般実用的に僕らがこう乗り回す使い方ができるかというとなかなか厳しいですね。やっぱねちょっと非現実的かなって感じもします。インフラ面でもまだまだ課題の多い水素自動車であった。